ピネー・デュク・サンブール公、フランソワ・アンディ・ド・モンモランシー・ブットビルは、フランス・ブルボン朝の貴族、軍人。当園にあたるコンデ公、ルイ二世の訓導を受けて成長し、後に、コンデ公と並ぶ名称となった。モンモランシー家の文家筋にあたるフランソワ・ド・モンモランシー・ブットビルの子として生まれた。モンモランシー公、アンヌ・ド・モンモランシーは15世紀に分かれた家系の、出身で、子孫である。 シャルロット・マルグリット・ド・モンモランシーと息子の今月校、ルイ二世は同族にあたる。また、トゥレンヌ死者も母方を通して、アンヌの彦にあたるため、トゥレンヌとも同縁にあたる。父は血統禁止令に背向いて、たびたび血統を繰り返した罪で、フランソワが生まれる半年前の1627年6月22日に、処刑、フランソワはシャルロットに引き取られ、 アンギャン皇と共に養育された。やがて、フランス軍に入隊、コンデコーのもで軍務を積み重ねていった。三十年戦争中に、コンデコーが、スペイン領ネーデルラント方面司令官に任命されると1643年のロクロアの戦いに参加、コンデコーの新生ローマ帝国方面への遠征にも、従い1644年のフライブルクの戦い、1645年の ネルトリンゲンの戦いにも加わった。コンデコーがネーデルラントへ戻ると、従軍1646年のダンケルク包囲1648年のランスの戦いにも参戦した。フロンドの乱でコンデコーがフランスを類14世に反逆した時も行動を共にした結果ネーデルラントへ亡命1653年からのフランススペイン戦争ではスペイン軍に所属して、 フランス軍を率いるトゥレンヌと戦った。1659年にピレネー条約が結ばれてコンデコーと共に謝面されるとフランスへ帰国。1661年にルクセンブルク家の血を引くピネー・リュクサンブール公爵夫人マドレーヌド・クレル・モントネールと結婚。フランス王国爵位貴族に選ばれピネー・リュクサンブール公に助任された。 ネーデルラント継承戦争が起こると1668年のコン月公のフランシュコンテ平定に従い制圧。1672年のオランダ侵略戦争でフランス軍指機関となり、ミュンスター司教、ケルン戦抵抗と共に、ケルンからオランダへ侵攻、オーファーアイセル州を制圧した。オランダが堤防を決壊して、洪水戦を広げ、オランダ総督ウィレム三世が神聖ローマ帝国諸公。 スペインと結んで、徹底抗戦の構えを見せると戦線は停滞。ドイツ戦線へ送られたトゥレンヌに代わって、ユトレヒト州のフランス軍を指揮することになった。冬になって水路が凍った時を狙い、ユトレヒト州から投進して、ホラント州制圧を図ったが、氷が予想より早く溶けたため撤退。翌1673年に、ウィリアム三世の北上を防げずナールデンを奪われ、続く。 ウィリム3世のドイツなんかにも対応が取れず、ボムを奪取した影響で、オランダから撤退した。1674年に、ネーデルラント方面担当となり、コンデコーと共にスネッフの戦いで、ウィリム3世を撃破、翌1675年に、フランス元帥に任命された。1676年に、コンデコーの公認としてライン川戦線を、守備。 1677年に再び、ネーデルラントへ戻され、オルレアン・コー・フィリップ一世とバランシエンヌを落とし、続いて、サントメールの包囲に取り掛かった時、救援に来た、ウィリム三世と交戦、カッセルの戦いで勝利して、サントメールも落とした。1678年のサンドニの戦いにも勝利、内命編の和訳で終戦となると、ウィリム三世と会見した後に撤兵した。 オランダ侵略戦争でたびたび、ウィレム三世を破ったことから評判が高まったが、終戦後は、宮廷のスキャンダルに巻き込まれ、ラ・ボアザンが起こした、クロミサ事件に関与したとして1679年に、バスティーユ・ロー国へ投獄され、翌1680年に釈放されたが、しばらく活躍の場はなかった。陸軍大臣、ルーボアとの対立が原因と言われているが、 作り話と申されている。1688年に勃発した大同盟戦争では出番がなかったが、1690年にネーデルラント方面軍を率いていたユミエール公と交代、オランダ軍を率いるバルデック公デオルク・フリードリヒが南下して、ドイツ方面の味方と合流する動きを見せると、強行軍で先回りして、バルデックと退治、フルールスの戦いで対象して、 ドイツ軍との合流を阻止した。翌1691年にイングランド王ウィリアム3世となった、ウィリアム3世がイングランドから大陸に上陸、再びウィリアム3世と退治した。1691年の戦役はグーフレールのモンス包囲の援護、晴れのダッシュ以外に動きはなかったが、1692年にナミュールを包囲、陥落させると西へ移動してハレ近郊で、 ウィリアム三世と交戦した。戦いに勝利したが被害が大きく、東映に入り、1693年になると、闘進して、リエージを狙い、途中のユイを落とすと北上して、ウィリアム三世を撃破、西へ戻り、シャルルロワを落として、サンブル川全域、ユイまでのマース川流域を確保した。1694年は互いに行軍を繰り返しただけで、 進展のないまま帰国、翌1695年にベルサイユで66歳で死去。長男のシャルル・フレデリックが爵位を続き、ネーデルラント戦線はビール・ロワコが引き継いだ。シャルル・フレデリックは1689年にモンモランシー公爵位も、継承、子孫はモンモランシー公借家として続いた。生涯の前半をコンデコーと共に軍人として成長してきたため、 オランダ侵略戦争と大同盟戦争で軍略を、発揮、ウィリアム三世率いる同盟軍に勝利を重ね、多くの都市を陥落させて、名声を上げた。特にステーン・ケルケの戦いでは、不利な地形で奇襲を受けながら3度反撃して勝利、フランスの外戦で民衆から歓迎され、兵士からも信頼された。しかし、戦闘喉に多数の死傷者が出た影響で思うように進展せず、 オランダをはじめとする同盟国に包囲された状態が続いていたため、連勝を重ねたとはいえ戦略では、ウィリアム三世に及ばず、オランダ侵略戦争では一度占領したオランダから撤退、大同盟戦争でも同盟軍の相次ぐ増援で苦戦を強いられた。黒ミサ事件では奪われた書類を取り戻そうとした、執事が巻き込まれたトラブルが原因で、殺人を依頼したとして告発され、 捉えられたが、裁判で原告と対決して堂々と無実を主張、確実な証拠がなかったこともあり、長期間拘留された末に釈放された。この事件で、狭い牢獄に入れられたり裁判が5週間も、中止されたことは不仲だったルーボアの差し金ではないかと、言われている。ボルテールは、著書、ルイ14世の世紀でリュクサンブールを、コンデコートに通っていると指摘、リュクサンブールは、 公尺で、厳水、大根でに戦術を学んだが、性質の面でもこれに似たところが少なくない。外世の気迫、深速な仕事ぶり、鋭い識別力、知識欲に燃えながら、暴爆として、やや散漫な頭脳、濡れとが好きで、風采は上がらず顔立ちもあまりかんばしくないのに、年中恋をし、時には親身に慕われることさえある。様々な点で、 賢者というより、英雄の名にふさわしい人物だと評している。シャルル・アンリド・クレルモンとピネー・リュク・サンブール女皇、マルグリッドの間の娘マドレーヌとクレルモントネールと結婚し、以下の子女を設けた。シャルル・フレデリック、ピネー・リュク・サンブール皇、モンモランシー皇・ピエール・アンリ・ポール・シギスモンド・シャティオン、皇がスパール・四世セコリニー夫人であったおば、エリザベート・アンジェリコを通して、 シャティオン皇位を相続、アンジェリク・クネグンデル・ヤンディド・プルボンと、結婚クリスチャン・ルイ・フランス元帥。ルイ14世の世紀 P141P153。ルクセンブルクの歴史。P23。イギリス革命史、P139P143。ルイ14世の世紀 P155P156。P175P185。イギリス革命史。 P179P197P208P216 類14世の世紀 P222P232 イギリス革命史 P181P197P207P210 類14世の世紀 P209P212